今日はハムスターのお婿さんを迎えに行ってきます。ウェアラブルカメラに簡易ウィンドジャマーになるとおすすめの絆創膏を貼ってみましたが、このパナソニックのウェアラブルカメラには向いていませんでした。結果として音がこもってしまい大失敗でした。次回は100均で発売されているお団子リングなる商品を購入して試してみようと思います。その時も動画として公開する予定です。ウェアラブルカメラの音源をそのまま使用すると風切り音がひどく聞き苦しいので音量を最小限まで下げています。そして無料で使用させていただけるサイト様から音楽をお借りして使用させていただいております。目的地はジョイフルホンダサッテ店です。熱帯魚もこのお店で購入しています。そろそろ到着です。どんな子がいるのかワクワクしています。今いるハムスターの旦那さんになるのはこの子です。この子に決めたきっかけはお腹を出して寝ていたことでした。生後3ヶ月とのことです。まだ慣れていないので噛まれました。来年の1月にお見合いをさせてみようと思います。そしてこの後は一度帰宅してハムスターを巣に入れてからアピタに買い物に行ってきます。久々のツーストロークはとてもパワフルで楽しかったです。 HX A500 はカメラ部分と本体部分に分かれているためヘルメットに装着した時に重さを感じません。逆に GoPro をヘルメットにつけると重さを感じるので、これからの動画はこちらのウェアラブルカメラをメインにしたいと思います。これからアピタに向かい食材を購入して今日の予定は終了です。次回動画では VFR の車載動画に戻りウィンドジャマーの効果をリポートさせていただきます。楽しみにしていてください。これからご覧いただくのはパナソニックのウェアラブルカメラ HX A500 の夜間走行時の映像です。カラーナイトビューの設定はオフにしてあります。理由は秒間2フレーム程度の撮影になってしまうため設定を切って撮影しました。国産ウェアラブルカメラで 4K が撮影できるので購入しましたが、夜間以外はかなり使えそうです。次回動画は月末か12月の初旬を予定していますので楽しみにしていてください。ご視聴ありがとうございました。